お世話になります。一人でございます。2月27日はポケモンデーということで新たな動画が公開され、そこでザルードというポケモンが公開されましたね。合わせて映画ポケットモンスターココの新たな予告映像も公開されまして、そこでもザルードが登場しました。今回はこのザルードについて話していきたいと思います。そもそもこのザルードは2020年7月10日に公開される劇場版ポケットモンスターココに登場するポケモンです。で、映画で登場するということはもちろんこのポケモンはその映画公開時に配布されますね。まずそれがめちゃくちゃ楽しみですね。ちゃんと公式で幻のポケモンと言われているので、多分ランクマッチでは使えないのが残念ですけどね。でも見た目が純伝説感があるんでワンチャン使えるかもしれません。いや、公式で言われてるのでゼロチャンですね。まずは見た目について具体的に見ていきましょうか。悪ざるポケモンということで悪い感じがあります。でも先ほども言いましたが超かっこいいんですが、あんまり幻のポケモン感がなくて純伝説感すらそこまで感じず、はっきり言ってしまうとゲームの後半で悪い組織の幹部が使ってくる悪タイプの最終進化系ポケモン感が異常ですよね。実際見た目を他のポケモンに例えるとガオガエンとワルビアルとゴーカザルとサダイジャを足して呼んで割って、その物体を黒で染めた感じですかね。なおタイプについては悪草タイプで、はっきり言って草要素がほぼ皆無ですよね。数少ない草要素は首あたりと、あとは腕のところにあるツルです。腕のツルは一見ただの飾りのように見えますが、映像を見るとこの物体を腕にしまうこともできて、どんどん伸ばすこともできるみたいで、スターで間違いないと思います。イメージとしてはスパイダーマンの攻撃では雲の糸が腕から出てきますが、そのツル版という感じですかね。なお公式サイトでもザルード悪ざるポケモン、首の後ろや手首、かかとからツルを自在に生やすことができる。ツルはしなやかさと強度に優れ、木の枝に巻きつけて移動に使ったり、離れた枝になる実を取ったりと様々なシーンで活躍する。加えてツルには治癒効果を持たせられるため、傷ついた場所に巻きつけて直すこともできると書いてあるので、腕の緑の部分はツルで間違いないっていうか、ツルに治癒効果とかチートすぎでしょ。ちなみに具体的な技名は公開されていないものの、このツルを利用したものであろう技も映像で公開されています。パワービップじゃねえかと思ってしまいますが、映像ではツルが激しく乱れて攻撃しているので、技名は乱れウィップみたいな感じになりそうですね。で、種族値については体の形が似ているゴーカザルに近い感じになるんじゃないかと予想します。ゴーカザルは HP76、攻撃104、防御71、特攻104、特防71、素早さ108で、幻のポケモンは合計種族値が600であることが多いですから、ザルードは HP84、攻撃135、防御75、特攻110、特防75、素早さ121くらいになるんじゃないでしょうか。ザルードはツルの技しかり、見た目的にも特殊技をそんな使わなそうですから、ゴーカザルよりも攻撃の比率が高くなるんじゃないかと予想されます。素早さは速そうですが、ゼラオラほどは速くなさそうですから、143よりは低い値になると思います。この辺りの数値は公式サイトの文言的にもそうなりそうです。ザルードたちは密林の奥地で群れを作り暮らしている。仲間以外に対しては敵意をむき出しにして問答無用で攻撃を仕掛けるため、森に暮らす他のポケモンたちからは恐れられているようだ。バトルでは木の幹や枝を駆使して敵に襲いかかり、鋭い爪で切り裂くなど俊敏さを生かした戦いを得意としている。やっぱり物理攻撃主体の俊敏な猿っていうことですね。なお悪草タイプということを合わせて考えると、虫が4倍弱点で、炎、毒、飛行、フェアリー、氷が弱点、ゴースト、地面、悪、デグキ、草、水、エスパーが半減ということで、タイプ的には優秀ではなくあまり強いポケモンとは言えなそうです。しかも特性はリーフガードで、効果は日差しが強い時は状態以上にならないだけですから、特性の面から言っても使い勝手がいいポケモンではなさそうです。まあこんなの予想してもランクマッチで使えないから意味ないんですけどね。そして映画でのザルードの扱いについてですが、新たに公開された予告動画ではなんと映画タイトルにもある少年ココの父親がザルードみたいです。実際にポケモンに育てられた人間としてココが紹介されていますし、ココが崖から落ちた時に先ほども触れたツルで助けている映像が出ていて、その後に父ちゃんとココが言ってるので間違いないと思います。他にも一緒にお風呂に使っている映像が公開されていたり、メインの画像ではココの頭を撫でているんですよね。ただ実の子供ではないみたいで、他の動画でも考察しましたが、森に捨てられた子供をザルードが育てたんだと思います。なお見た目もココはザルードと似ていて、おそらくココが育つ中でザルードの真似をして体に色を塗ったり腕輪みたいのを巻いたりしているんじゃないでしょうか。ちなみにザルードがまだ公開されてない段階の私の考察動画のコメント欄で、この幻のポケモンがココを育てた設定を当てた人がいたのでびっくりしましたね。こんなコメントで、僕はもしココが親に捨てられてポケモンに育てられてターザンっぽくなったのなら、新しい幻のポケモンに育てられたっていう設定で、後からタイトルにそのポケモンの名前が追加されたり映画館で配布されたりすると思います。こんな感じで完全に当てているんですよね。この方は完全にやりますね。